フランソワチェンは中国に生まれ、フランスで活躍する小説家、詩人、書家、文芸、美術評論家。フランス国立東洋言語文化研究所の教授を務め、監視や中国思想、絵画の紹介に尽力した。退官後に発表した定位の物語でフェミナ賞を受賞。2002年にアジア系で初めてアカデミーフランセーズ会員に選出された。 フランソワチェンは1929年8月30日ほど危険として三島詳細難詞に生まれた。低法逸は筆明であり、1970年出版の終始論文は出生名ほど危険で執筆している。なお、法訳の出版社等は出生地を厚生省難市としているが、アカデミーフランセーズ公式ウェブサイトでは、一家はもともと 厚生省南昌市に住んでいたが、父の転勤に伴って災難に越した後に、チェンが生まれたとあり、中国語及びフランスの出版社等の情報でも三等省、または三等省災難市となっている。フランソワは、製品の聖人は死児のフランチェスコにちなんだチェンの洗礼名であり、1971年にフランスに帰化した時に改名した。父は、 コロンビア大学に学んだ教育学の専門家であり、米国留学中に、チェンの母に出会った。母は当時、ノースウェスタン大学の学生で、中国人女性の留学は、まだ非常に珍しい時代であった。チェンは4人兄弟の次男で、一家が米国に越した後、長男と4男は IBM、3男はミネソタ大学農学部にそれぞれ勤務した。途後に結婚した。 中国人女性との間に1955年に生まれた娘、アンヌ・チェンは中国学者でコレージュとフランス教授である。1963年に鳥の出身のミシュリーヌ・ブノワと再婚した。8歳の時に日中戦争が勃発し、南京大虐殺後の国民政府の重慶への戦闘に伴い、四川省生都市に越し、1945年に 中京の中東教育学校を卒業した。南京大学に入学したが、1946年に国境内戦が勃発し、学業を断念せざるを得なかった。反戦デモに参加し、逮捕されたこともあった。1948年、19歳の時に教育学の専門家であった父が、設立されたばかりの国際連合教育科学文化機関の任務で、 突出することになり、動乱を逃れるために同行。父が任務を終えて帰国した後も、数とパリに残ることにした。とはいえ、大学を卒業していない上に、フランス語は一言も話せなかった。彼は、レストランの給仕店舗の発送係などの職を転々とした。当時付き合いがあったのは、中国人だけであったが、皆裕福な家庭の子息であった。 再び突出した父の取り計らいで、しばらくはユネスコの奨学金を受けることができた。母と兄弟も突出し、再会を果たしたが、間もなく、父がメリーランド大学の中国研究所に職を得て、家族と共に渡米することになった。チェーンは再び一人、フランスの残る決意をした。チェーンが文学に目覚めたのは15歳の時であった。幼い頃から、 中国文学はもちろん、英米文学、ロシア文学に親しんでいたが、とりわけ、フランス文学は、フーツオンの父で、文化大革命の犠牲となった、フーレの翻訳で、スタンダール、バルザック、ユーゴー、フローベール、ゾラ、アンディバルビュス、ポール・バレリーなどを読みふけり、最も大きな影響を受けたのは、ロマン・ドランとアンドレジットであった。移民として、フランスに暮らすチェンは、長い間、 緊急と孤独に苦しんだ。かろうじて生計を立てながら、図書館に通い、ソルボンヌ大学やコレージュドフランスで講義を聴講した。コレージュドフランスの中国語、中国文学の教授ポール・ドミエビルと出会い、ドミエビルに、フランスの国民教育省の高等教育部門の部長ガストン・ベルジェに紹介された。未来研究センター設立の準備を進めていた、ベルジェには、 中国人の協力者が必要だったからである。だが、ベルジェは交通事故で不慮の死を遂げた。ベルジェの葬儀で偶然にも東洋学者、ポールペリオの弟子、アレクシス・リガロフに出会った。彼は中国語センターの設立にあたり、チェンを採用した。1960年のことであり、突仏12年目にして、ようやく定職に就くことができた。彼は他に、 多くの人に助けてもらったとしながらも、フランスで生きていく目途が立ったのは、ドミエビル、ベルジェ、リガロフの三人のおかげであると語っている。中国語センターで教弁を取る傍ら、ボードレール、ランボー、ルネシャール、シュルレアリスムの詩人をはじめとするフランスの詩人の作品を中国語に翻訳し、台湾や香港で出版した。次に出会ったのは、ジャック・ラカンであった。彼もまた、 難解な中国思想を理解するために中国人の協力者を必要としていた。ダカンとは週に1回、彼の自宅で二人きりで、老子や盲子をめぐる対話を重ねるようになった。一方でまた、初等の詩人、長尺居の研究で、終始論文を執筆していた。少なくとも20年間、私の生活を刻みつけたのは、矛盾と分裂に満ちた、激しい奮闘だったと語る、彼は、 と、普通1 0年目の1968年に、当時代のある作家の試作品の本格的分析、長尺虚と題する論文を、社会科学高等研究院に提出した。審査員は、中国学者のジャック・ジェルネ、ロラン・バルトラであり、バルトはこの論文を高く評価した。もう一人、この論文を評価したのは、当時まだ20代のジュリア・クリステバであった。彼女は、 修士論文のテーマを発展させて、より広く、監視の言語について研究するようチェンに進めた。彼は、クリステバとの出会いは、決定的であり、これが研究の道に進む契機になったと語っている。こうして1977年、デリダ、バルト、クリステバらが関わっていた、前英文芸師、デルケルを刊行していた、水油出版社から、監視のエクリチュールが出版された。 彼はさらにこのテーマを追求し、中国の宇宙論や主体と虐待の相互関係において論じた論文を発表し、また、中国語の表意文字と絵画との共通性から、同郷、音名古行説との関連における中国絵画について著書を発表し、アントニタ・ペースらの評価を得た。特に、八大三人、戦病の天才、医師等、救世主は高い評価を得、後者は、 フランス文化賞のアンドレ・マル・ロー賞を受けた。さらにこれとは逆に、香港、台湾で、フランス詩人7人や、アンリミ賞、生涯と作品などを出版し、フランスの詩人や画家の紹介に努めるなど、中国、フランス双方の文化理解に貢献している。チェンが、子供の頃たびたび訪れた、ロザンの大自然の美子供時代に、戦争の残虐性、死、暴力、飢え。 無条件の悪を経験し、ロザンの大自然に見出した美をその対極に位置づける、チェンは、死においてもこれを表現し、この頃、木について、岩について、生き続ける式などの詩集を発表している。これらと並行して、教育活動においても、1969年に、パリ第七大学に講師として赴任し、1974年に、助教授に承認した。さらに、 中国学者、ニコル・バンディエ・ニコラ、マリー・クレール・ベル・ジェールに勧められて、フランス国立東洋言語文化研究所の教授職に応募し、採用された。同学院には1996年の定年退官まで勤務した。と徒日からちょうど半世紀の1998年、70歳を間近に控えたチェンが初めて、ディエンイの物語と題する小説を発表した。 表意文字を使う中国語とは対照的にフランス語はその一語一語にイメージを喚起するリズムがあり戦慄があるとする彼はフランス語で執筆活動を始めてから30年経って初めて自分の言葉として創作できると確信したという日中戦争国境内戦建国中華人民共和国の大躍進政策大基金 そして文化大革命の時代を生きた語り手のティエンイ、恋人の有名、友人のハオランの三人の若者を描く、この小説は人間存在、人間の運命、死、愛、許しをモチーフとする教養小説であり、歴史小説であり、恋愛小説でもある。ティエンイの物語は1998年、フェミナ賞を受賞した。儒教の倫理、道徳、道教の宇宙観、 仏教の慈悲を中心とするチェンの世界観は、キリスト教との出会いによって、矛盾と分裂を生みながらももう一つの次元を得ることになった。きっかけは、キリスト教徒の妻ミシュリーヌとの出会いであった。彼の深い思索は、真の野岸から生まれた真の光、死と生についての五つの瞑想、真の栄光がここにある、魂について、などの詩集、随筆として結実した。 2002年6月13日、アジア系で初めてアカデミーフランセーズ会員に選出された。赤字34、ジャック・ド・ブルボン・ビュッセの公認である。会員が受ける個別仕様の背見には、中国の竹とフランスの百合、そして彼が彫られている。ありがとうございます。